マイケル・マッキントッシュ・フットは、イギリスのジャーナリスト、政治家。1980年から1983年まで、労働党の党首を務めた。1913年、デボンのプリーマスに生まれる。プリマス大学、プレパラトリースクール、レディングのレイトンパークスクールに通った後、オックスフォード大学ワダムカレッジで、哲学、政治、経済学を学んだ。学生時代、 歴代にわたり、首相を含む有力政治家を輩出してきたことで有名な弁論部、オックスフォードユニオンの会長も務めている。また、アメリカへのディベートツアー SUSA ツアーにも参加していた。卒業後の1934年、リバプールで、積みに事務員となる。フットはここで、これまでプリマスで見てきたものとは大きくかけ離れた、失業と貧困の現実を目の当たりにする。 このことはフットに衝撃を与え、これまで自由主義者だった、彼はオックスフォード大学労働者クラブのデイビッド・ルイスらの影響で社会主義に転向した。その後労働党に入党し、22歳にしてモンマス選挙区から1935年の総選挙にも出馬した。この選挙戦においてフットはスタンリー・ボールドウィン首相を批判、ヨーロッパにおける 再軍拡競争を中止しなくてはならないと主張。また1933年、ジェノバにおける相互軍縮会議が失敗すると一方的にでも軍縮を進めるべきだと主張したが、この選挙では当選を果たすことはできなかった。その後、政治雑誌、ニューステーツマンでジャーナリストとして働くようになる。1937年、サハ系週刊誌。 トリビューンの総監と共に移籍し、労働党や左派政党との間で組まれた反ファシスト、連合戦線を支援した。この時の反ファシスト連合には、スタフォード・クリップスの社会主義者連盟、独立労働党、イギリス共産党なども参加していた。1938年、初代編集長のウィリアム・メラーは、共産党が人民戦線戦術に回帰すると、 これに反対して解雇されてしまう。フットもこれに従い、ファシズムと優和政策に反対して、職を辞した。その後、アナイリン、ベイバンの推薦により、フットは、初代ビーバーブルック男爵、マックスエイト券に雇われ、新聞、イブニングスタンダードの編集者として、働くことになった。ベイバンは、骨のある若者がいます。上司の解雇に反対して、 自分も辞職した男ですと言って、フットをビーバーブルック教に紹介したという。第二次世界大戦が勃発すると、フットは従軍を希望するも慢性的な図画のせいで拒まれてしまう。1940年、加藤のペンネームを用い、スタンダード誌のフランク・オーウェン・デイリー・エクスプレス誌のピーター・ハワードと共にギルティーメンを出版。ネビル・チェンバレン首相の優和政策を批判し、 たちまち、ベストセラーとなった。1942年には、28歳にして、イブニングスタンダード氏の編集長となる。1947年には、リチャード・クロスマン、イアン・ミカードらとともに、労働党左派の機関紙キープレフトに参加している。フットの政治家としてのキャリアは、1945年の総選挙にプリマスで、ボンポート選挙区から出馬したことから始まる。 彼は、党内で、スタフォード・クリップスの後を継いで左派のリーダー格となった、アニュエリン・ベバンの最も親しい名優であったが、ベバンが1957年の党大会で、一方的核廃絶を断念を表明して、以降、二人は、仲違いしてしまう。以前、キープレフトに参加していたこともあり、冷戦が起こる以前の1940年代、彼は、親それ外交の信奉者であった。 しかし、ハンガリー事件やチェコ事件で、ソ連の姿勢が明らかになると、フットやトリビューン氏は、反共産主義への立場を明確にし、ナト o 体制を受け入れるようになった。一方で、政府のスウェズ危機や朝鮮戦争への対応、あるいは、西ドイツの再軍備に対して、反対の姿勢を貫き、各兵器廃絶運動の創設にも参加し、今日に至るまでそのメンバーを務めている。 1955年の総選挙では予想外の敗北を喫し落選してしまうが、1960年に米ーバンが死亡すると、彼のエブバレー選挙区を受け継いで、補欠選挙で当選。議会に返り咲いた。1964年、ハロルド・ウィルソン党首の下で労働党が政権与党になると、フットは閣僚入りを要請されるが、これを拒否。党内左派のリーダーとして、 移民の制限、EC 共同市場への加盟、労働組合の改革、ベトナム戦争、ローデシアの独立等に反対し、政府と対立した。また、世襲貴族の投票権を廃止し、一代貴族だけで構成される貴族院を創設する政府の案に反対するため、保守党派のイノック・パウエルとも協力している。1967年には、党財務担当官の座を争って、 ジェームズ・キャラハンに挑戦したが、敗れてしまう。1970年以降、労働党は左傾化し、それに伴って、ウィルソン党首も、フットとの折り合いをつけるようになってきた。1972年には副党首選挙に出馬するが、第2回投票で、エドワード・ショートに敗北する。1974年、労働党は、ウィルソン党首の下で、再び政権に復帰し、フットは、 雇用大臣に任命された。彼はここで労働党と労働組合の関係を維持し、健康、安全労働法を制定するために力を発揮。欧州経済共同体加盟をめぐる1975年の異国民投票で反対派の大黒柱として存在感を発揮した。1975年、インドの政変の際は、ジェニー・リーラと共にインディラ・ガンディを支援している。 1976年、ウィルソンが辞任すると、党首選挙に出馬するも、ジェームズ・キャラハンに敗北。キャラハンの下で、党副党首、数密院議長、庶民院内総務に就任し、支持率を維持するために尽力した。1979年の総選挙で、労働党がマーガレット・サッチャー率いる保守党に敗れてゲアすると、キャラハンは、党首辞任を表明。 それに伴って、党首選挙が行われることになった。ふとは、キャラハン政権時代、副党首として、党内のまとめ役となり、積極的にキャラハンに協力したものの、一方では、従来の左派から反感を買っていた。また、キャラハンとわずか一切違いという年齢もあり、今回の党首選には、意欲的ではなく、本人としては、秘蔵っ子のピーター・ショアの応援に回りたかったようである。 しかし、左派幹部からの説得を受け、遅ればせながら、出馬を表明した。キャラハンを含む右派の幹部たちは、デニス・ヒーリーの党首就任を望んだが、その場合、トニー・ベンラ党内急審査派との亀裂が、さらに深まる事態は避けがたく、ふっとも党首選においては、自分は党内に団結をもたらすのに、最適な候補者である、と言伝した。その結果、 決戦投票で右派のデニス・ヒーリーを破り、当選を果たして新党首に就任した。しかし、新党首に就任後すぐに、深刻な危機に直面することになる。1981年、党内の左傾化を嫌って、党内右派のロイ・ジェンキンス、シャーリー・ウィリアムズ、デイビッド・オーウェン、ウィリアム・ロジャーズら4人組が、労働党を離党し、社会民主党を結成する。 彼らはメディアの注目を浴び、世論調査では労働党をしのぎ、政権交代を果たす可能性を感じさせるほどの支持率を獲得する。一方で、党内級審査派は勢いを増し、1981年にはトニー・ベンが副党首の座を争って、デニス・ヒーリーに挑戦。ヒーリーは副党首の座を守ったものの、投票では僅差に迫られてしまう。 1982年から83年にかけては、労働党の議員がフットに辞任を迫るのではないか、との観測が流れ始めた。この観測は、1983年の予備選挙で、労働党が敗北した後より強まったが、結局労働党は、フット投資体制のまま1983年の総選挙に突入することになる。1983年の総選挙に向けた、 労働党のマニフェストは、一方的核廃絶、高負担の税金、産業への積極的干渉、貴族員の廃止、銀行国有化、欧州経済共同体からの脱退など、より社会主義色が強いもので、党内右派のジェラルド・カウフマンは、このマニフェストを、歴史上最も長い自殺の覚書きと表現した。事実このマニフェストは、中産階級の増加するイギリスにおいて、 時代錯誤とも言うべきものであり、一般有権者は労働党への不信を募らせ、労働党は総選挙で歴史的大敗北を起死してしまう。フットはこの責任を取って党首を辞任。新党首には自身の側近でもあったニール・キノックが選ばれた。党首辞任後も1992年に引退するまで悪魔の歌でイスラム教徒からの非難を浴びた。 サルマンラシュィを擁護したり、ユーゴスラビアのスロボダン・ミロシェビッチ大統領を非難するなど議員として精力的に活動した。1987年には議会で最高齢の議員となっている。1995年、サンデー・タイムズ紙にフットは KGB のスパイだったという見出しが掲載される。この記事はソ連からの亡命者。 オレーグ・ゴルディエフスキーの記憶を元に書かれた新聞の連載を元に書かれたものだった。フットはこれを否定し、サンデー・タイムズに対して訴訟を起こした。また、この件に関しては、トリビューン氏がフットを擁護している。2006年93歳の誕生日には、ジェームズ・キャロハンの92歳364日の記録を更新し、 イギリスの党首経験者としては最高齢の人物となった。作家としても活動し、かつて彼が支持したアニュエリンブ・ブエヴァニア、作家の H.G. ウェルズの伝記を出版している。なお、フットは H.G. ウェルズ協会で副会長を務めている。2010年3月3日、96歳で死去。聡明な政治家であることは広く認められているが、選挙の顔としては機能せず。 1983年の総選挙を大敗北で終えたことから、その評価は決して高くはない。労働党員の間で行われた調査では、戦後最低の党首に選ばれている。インテリではあったが、大衆受けしなかった TB 前世の時代に対応できなかったという評価が一般的である。2003年、フットは90歳の誕生日を迎えた。彼は幼い頃から、 プリマスアーガイル FC の熱心なサポーターであり、数年間クラブの理事として働いたこともあった。90歳の誕生日プレゼントとして、クラブは彼を選手として登録し、90番の背番号を与えた。これにより、フットはサッカー史上最高齢の選手となる。彼はこのことを受け、チームがプレミアリーグに復帰するまで、故障はできないな、とコメントした。フットの父、 アイザック・フットはプリマスで法律事務所を開業した事務弁護士であった。彼はまた自由党のメンバーでもあり、1922年、1924年、1929年、1935年の間、庶民院議員、プリマス市長を務めていた。兄弟も政治家で、兄に庶民院議員のディングル・フット、自由党の政治家、ジョン・フット、キプロス総督、 国連大使のヒュー・フットがいる。また、おいのポール・フットはジャーナリストである。1949年、フェミニストで歴史家でもあるジル・クレイギーと結婚している。2007年、1970年代前半に、フットが振り越し、相手の女性に多くの金額を費やしていたことが明らかになった。妻ジルはいつもは服装にこだわらないフットが、 急に身だしなみに気を使うようになってから疑いを持つようになったという。妻のジルは1999年に死去した。ありがとうございます。